はい。ということで、今回、えー、エンデバー NA710E 後編、えー、やっていきたいなと思います。はい。えー、まあ、通気からね、いこうかと思います。まあ、筐体ね、のね、このキーボード面こんな感じになります。まあ、トラックパッドの大きさとしても、まあ十分じゃないでしょうか。トラックパッドのね、クリック感はちょっとチープです。あとね、一つだけやっぱり、まあ、僕があんまり好きじゃないっていうところが、やっぱり入ってまして、まあ、それはね、まあ、皆さんに、えー、好みによるんでしょうけど、 ここまでね、このクリックパッドのここまでタッチパッドになっちゃってるんですよね。これって頂けないなというふうに思ってまして、私ね、普段まあこれ、みんなのね、使い方によるでしょうけど、私、こんな感じでね、使うんですよ。こういう感じで、えー、ドラッグして、カチカチみたいな感じでやるんですよ。このカチカチしてる時に、ポインターがずれるんですよね、多少。それがね、やめてほしいなと思います。これ、独立式のクリックパッドにして、クリックにしてほしいんですけどね、本当はね。 まあそういうのはちょっとあったりしますと。はい、で、えー、ここら辺に、えー、あれですね、カメラがあります。これ Wind Hello に、WindowsHello、え、に、ー、対応しています、まあエプソンソ。エプソン製としてはなんかちょっと珍しいんじゃないかなと思ったりしますね。あんまりこんな WindowsHello みたいな感じなのでついてなかったような気もするんで。と、はいえー、いうようなところですと。で、えー、見ての通りも、驚愕縁なんで、めちゃめちゃ画面が広い感じがします。 でキーボード配列まあ至って普通なんですがまあ使いにくさっていう点で言えばそんなに C ないうならばやっぱりカジマックさんとかも挙げてますけどもこのページアップがやっぱりその上にこの十字キーの矢印キーのこの上とかページダウンとかがあるっていうところは一つまあちょっとやばいポイントかなと思うんで、まあ、ここは無効化してくださいレジストリいじったりとかして。 いいいじってもらえればなという,ふうに思います、まあ、それは、まあ、いじりでなんとか解決できるんでまあそんなに言うほどって感じですねまあ一つだけここもやっぱりエプソン製らしからぬ、えー、ところかなと思いますけどもコントロールとファンクションキー、えー、これね、えー、エプソン製であれば、まあ、入れ替えられるって結構あるんですよ実はあのどっちでもで私結構エプソン製のパソコンに関しては、まあ、コントロールキーとファンクションキーこれ入れ替えるんですよね位置を。 その方がね、対応、まあコントロールキーの方が対応するんで、絶対そっちの方が使うから、例えばこっちにコントロールキーがあって、コントロール C、コントロール V の方がやりやすいだろうみたいな、そういう感覚ですね。えー、まあ、ですけどないんで、まあまあまあ、でもそれはまあ、まだ範疇かなって感じはしますけども。まあでもそれ以外で言えばそんなに使いにくくはないですね。まあキーストロークも、まあ、軽いし、まあチーピーだけど、 その押した感覚がないっていうことは全くないので、まあ、そういうなんて言うんだろうまあ普通に作業できるぐらいな感じかなと思いますはいということでね早速電源つけていきましょうはいここですねボチ電源つけるとおエプソン出ましたね これ、あれですね、NVMe の SSD のものを積んでます。起動はね、早いはずです。はい。こんな感じで、だいたいこんな感じで起動しました。えー、今、ちなみにですね、Windows 11を、えー、入れています。Windows 11でもですね、まあ、快適に動作するので、全然問題ないかなと思ってます、えー。一応ね、画面の感じはこんな感じです。ちょっと明かりとかがあるんで、あれですけど、えー、すごくね、見やすいです。あの、 画面の発色としてはね、結構綺麗な部類に入るんじゃないかなというふうに考えます。えー、なかなかね、えー、まあ、エプソン製のパソコンって結構あの画面のこと何も気にしないみたいなのが結構多くて、い多いんですよ実は、本当に多いので、えっとそういった意味合いで言ってもやっぱり綺麗なんじゃないかなっていうふうに思います。まああの筐体が エプソン製とか今までのエプソン製からちょっと度外視し,してるような感じなので、あのーまあ、そういった意味合いもありますけどもちなみにこれ Windows11 って言いましたけどこれ気になったと思うんですよ皆さんあのー、このなん,かなんでこのアイコンとかこういったのがこれもねあのメニューもなんか昔の Windows7 風にしてるんですけども、まあ、これはねもう単純明快で Explorer4 パッチャ Windows11 とか。 えっと、オープンシェルを入れてもうガチガチに Windows 10にも戻してるからですねあのこういう見栄えだけをっていうのがあるので、まあ、そこはまあご容赦くださいといったところです、まあ、特にね動作も不満はなく結構ね快適に動作してると思うんですよねこんな感じな音なんですけど、ね、ちょっとねチーピーな音とちょっと音割れするとかもあったりとかするんですけどもあとはですね 何見よっか。あそうね。パワーデリバリーでちょっと充電できるっていうところもちゃんと見せとかなきゃですよね。例えば、えー、っと、ちょっとここですね。ここに、大体 45W ぐらい出るものを刺し,してみましょうかね。えー、っと、なので、これね、えー、もう買ったこれを利用しましょう。このルート r さんの Type-C チェッカー、見えるかなこれ、えー、使いたいと思います。 こんな感じでちょっとごめんなさいね見方があれですけどよっ見えるかな今これで 20V のえっ、ー、と 0.37A ぐらいこれぐらいですね 7.7W ぐらい 7W ぐらいの消費ですねただこれ多分スタンバイ時なのでスタンバイっていうかそのアイドル時なのでそんなにないだけで多分 YouTube とか再生したら一気に跳ね上がると思うんですよね 例えばスペーシーとかでやってもあでも 5W ぐらいで収まってますね、まあ、充電はできてるのかでもなんかねちょっとやっぱり容量としては足りないっぽくてそんなに充電がなんか即座に完了するってことはなかったんですよねちなみにこんな感じに構成はねえー、っとこんな感じになります見えるかなはいインテルの core i 7、えー 10510U ですね。えーまあ、Core i7 としては、まあ、少し、えー、いいモデルなんじゃないかなと思います。4コアでね。で、十六ギガの88、88の 16GB のデュアルチャンネル。で、えー、ストレージが 476GB。これ、サムスン製の SSD ですね。これ、512GB ですけども。まあ、そういう感じになってます。はいまあ、構成としては、えー、トップクラスの、えー、構成になるかなと思います。モバイルノートとしては。 まあこれぐらいで、中古で5、6万で、しかもめっちゃ筐体綺麗なんですよ。そういった意味合いで言っても、やっぱり売ってるの奇跡だったので、あの、即ポチしました。まあ、あの、年数が経つにつれね、やっぱり価格は下落していくものの、まあこのタイミングで5、6万で買えたのは奇跡に近いと思いました。えー、神様ありがとうっていう感じで <laughs>、はい、あの、過ごしたいと思います。 まあ、この動画出てるのね、多分、えー、まあ、年明けとかになってると思うんですけども、えー、まあ、今はね、もう年末です。12月31日、大晦日です。えー、まあ、でも、まあ、そういった感じなので、<laughs> もう、これでね、ちょっと、えー、三ヶ日とかね、過ごしたいと思います。もうね、そんな感じでよろしくお願いします。はい。 とということで今回はざっくりとこの NA710E を紹介していきました、えーまあ、使い勝手とか処理、まあ、能力はね、まああのまあ、皆さんあそれぞれあのベンチマークサイズとか見てくださいあのー、まあ決してね低いわけではないです普通に何て言うんだろうガンダムオンラインもできるのでもうガンダムオンライン終わっちゃうんだけどね3月末でねこの2022年の3月末で終わっちゃうんだけどでもガンダムオンラインも普通にできるので 全然処理能力が足りないということではないと思います。まあでもゲームをする用途ではないので基本的に。まあでも事務用途であったりとか、えー、まあちょっとした編集であったりしたらもうパワフルなノートパソコンになるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひぜひね、これ一応ね、安値で見かけた際はご検討ください。はい。ということで、まあ今回はこの辺で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。春な勘定でした。バイバイ。